防災減災豆知識、毛布で作る簡易ガウン。寒い季節に避難所や屋外などで避難生活を送ることになったとき、怖いのは体が冷えて低体温症になることです。そこで今回の豆知識は、毛布を使って効果的に保温ができる簡易ガウンの作り方です。毛布は災害時、寝るときの布団としてだけではなく、暖を取るためにも活用できます。まずは毛布を肩にかけます。続けて前に回り、下半身部分の位置を調整して紐で縛ります。毛布は紐で縛ってある位置で折り返し肩にかけます。こうすることで折り返した部分、腰のあたりの保温効果を高めることができます。これで簡易ガウンが完成しました。毛布と一本の紐があればガウンになるこの方法、ぜひ覚えておきましょう。簡易ガウンで